この企画が続くことになりまして、虎の方も募集したいなと、ね、この YouTuber を呼んでほしいみたいなね。はい、山部さん、クビってことですか？本題始まりました、まちちゃんです。さあ、今回は松原さんにおいでいただきました。どうも。はい。今回はお知らせがあるということで。あ、そうですね。この森鉄イングリッシュチャンネルで告知させていただいて、はい、大盛況になった、はい、受験生版タイガーファンディングという企画がありまして、はいはいはい、でそれは志願者の受験生が、はい、いろんな事情でお金がないからお金を出してほしいと、うん、5人の、まあ、社長にお願いして、はい、3人志願者がいて、はい、3人とも一旦オールになって、まあ、その中で1人だけ、まあ、3分の1ルールというのがあって、うん、3人もしあのオールだったらその中で1人だけもらうっていうので、まあ、1人無事決まって、で企画としては大成功、はい、全然無事じゃなかったですけど、はい、はい、まあいろいろありましたけど、はい、ただこれが正式に今後もこの企画が続くことになりまして、はい、まずは視聴者の皆さんありがとうございましたと。そうですね、はい、話題にはなりましたね、はい、ね、なりました。で、まあ、これですね、今後月1ペースで、はい、なるほどなるほど、で月1人、うん、まあ、3分の1ルールではなくてもうオールになるかならないか、なるほどなるほど、はい、お金がもらえるかもらえないかということでやっていくことになりました。でひとまず現状では、はい、あの森鉄イングチャンネルの方でアップロードしていただきたいなというふうに、動画を上げて動画を上げていただきたいなと思っております。はいはい、でつきましては今回ちょっと2つほどお願いがありまして、うん、参りました。はい、一つ目は志願者募集したいと。あ、そうですね、志願者、はい、ぜひですね過去の動画見ていただきたいなと思っております。また概要欄に貼っていただけたら嬉しいんですけど、はい、まあ、こんな感じで収録するんだなって多分見ていただけるので、うん、我こそはちょっとこれに出てチャンスをつかみたいという人は、うん、まずは気楽にですね概要欄の貼っていただいているフォームからご連絡いただきたいなというふうに思います。うん、で、はい、ちょっとガチ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 、ああすいませんすいません、で、はい、まああの動画を見てね気楽かどうかは分からないですけど、はい、気楽と思うかどうかわかんないですけど、そうですね、気楽に来ていただいたらいいかな。そんなピリついてないですから、ね、そうですね、あそこまでピリついてないですよ現場は。はい、実際結構アットホームな、ね、感じですし、まあ、僕はどちらといったら厳しく追求されたらやっぱサポート入りたいって気持ちがするんで、あ、はい、まあ、なんとか勇気を振り絞っていただけたら嬉しいなと思ってます。うん、そうですね、まあ、ただねツッコミは入るかなと、まあ、嘘つく、ね、方がいると困りますので、はい、まあね、うまく話しができないっていう前提で僕らも見てるので、うん、多少論理がね破綻してる部分があったとしても自分の気持ちに嘘つかないで、うん、正直に、ね、野望であり情熱を話していただくことが、はい、多分一番、うん、制約成立しやすい条件かなと思います。なるほど、はい、あとは今僕がちょっと思ってますのはやっぱり二十歳前後の受験生を中心に僕は今回ちょっと出演者先行させていただこうかなと思ってまして、やっぱりこう視聴者層にやっぱ一番響いてるのはやっぱね20代前後の志願者だったのかなっていうのもやっぱありましたので、20代前後だったら30代とか、あ、20歳前後ですかね、うん、はい、10代とかね、はい、ということでぜひ興味があるなって話聞いてみたいなっていうレベルでいいのでぜひね応募いただけたらまず一旦僕と面談しましょう。そうですね、月1ペースでやっていくって言ったら結構な人数の方募集することになると思いますので、はい、はい、で、あと2つ目は虎の方も募集したいなと。虎っていうのは、あ、あの座ってる側、はい、あのお金を出す方です、ね、ああ、はい、山火さんクビってことですか？いやそんなことでもあの B 山さんじゃなくて山火さんは、はい、で一番人気でちょうどこういい中和剤というか、うん、すごいいい役回りされるんでぜひ出ていただきたいんですが、はい、今回5人座ったじゃないですか、はい、同じ面々ももちろんしばらくは多分面白いと思うんですけど、はい、そこに追加で6人目7人目とか、はい、虎もいてもいいんじゃないかなとか、はいはい、あるいは急に寝坊で来れない森鉄先生の代わりに誰が出るみたいな。朝撮影するって言ってたからもう、ね、すいません本当にちょっともういろいろ本家のタイガーファンディングと比べてお金出した社長さんがリターン得られることもあんまり正直ないかもしれないし、あとその撮影にかかるコストも回収できる見込みがあんまないかなっていうところで、はいはいで, ね、まあ、できるだけこう安く抑えるためにちょっとコスト抑えられるんです、すいません本当に、はい、できればそうですね、教育関係に携わっている人だとかあるいは YouTube で配信されている方、うんうんが、ね、自身のチャンネルの宣伝にもなるかもしれないので、なるほど、ちょっと興味があれば、まあ、別のフォームちょっと用意してますんで、虎として受験生支援したいという人は、うん、ぜひ応募いただきたいなというふうに思います。応募してみてください、受験のために。
ね、お金を得たい方と、はい、そして受験生を支援したい虎の方を募集ということですね。そうですかね、本当にね、はい、僕らも本当に応援するって言って、なんか金儲けに使うとかってすごい言ってた人たちいますけど、めちゃめちゃ赤字ですよね、あれね。もう相当やばいです死ぬほど赤字ですよ、ね、いや大変お金かかりますね、はい、通常僕ら撮影している動画のコストと比べたら、うん、もう全然桁が違いますね。そうです、桁が全然違うんで、はい、なんかお金儲けって言ってます。お金儲けだったらやらないです。そうですね、はっきり言っておきます。武田塾の塾長に出していただいたんで、スポンサーとして、ね、入ってください本当にそうありがとうございます、はい、と僕も、はい、そのお金もらった方追っていけるんだったらいいんですけど、あ、そう、大井さんね、追っていけたらよかったんですけど、はい、大井さんやっぱり精神的に皆さんに見られるの無理ということで、はい、うん、ということで動画 NG なんて僕のねチャンネルで本当追っていきたいんですけど、やっぱりちょっと皆さんのコメントに傷ついてしまったので、はい、かけながら応援する形になりますので、僕ら、はい、形になります。はい、はい、ぜひですね、まあ、せめてね、なんかね、合格したらね言ってほしいですけどね、こうでしたみたいなのを ね、はい、口伝ってほしいんですけども、うん、はい、という形で皆さん応募してみてください。はい、次回の人はまだ決まってないんですか。そうですね、まだ確定ではないんですが、まあ、一応候補はいる、候補はいるという感じですね、はい、じゃあまあ毎月収録していくっていう感じになる。そうですね、とりあえず1年をやる感じなんで、はい、わかりました、見てみてください。はい、よろしくお願いします。お願いします。あとはね、この虎がいいとかね、まあ、高田先生とか中森先生ってたくさん来そうだけど、はい、ね、この YouTuber を呼んでほしいみたいなね、はい、来なさそうだけどな。このですね、視聴者から届いた本たちなんですが、まあ、いずれ予備校の先生たちの批評については、うん、中本先生とかも載ってるから、中本先生自体に見てもらうのもいいかなと思うんですが、この勉強法マニアの松原さんに、せっかくなんで聞いてみようかなと思って、はい、これ持ってる本とか、読んだ本あります？あ、結構ありました。全部じゃないんですけども、はい、和田秀樹先生とか、エール出版の合格作戦、あ、福井先生ですね、これも東大の先生なんですけど、はい、懐かしい、アテネがどっかにありますね、アテネ、東大生の集団で、なんか今でいう、あのまだ、ね、当時ネットがない時代で、はい、東大生の子たちが集団で、なんかサークル的なもので、はいはい、受験生で指導する、通信制でやってるとことか、あと有坂さんとかね、懐かしい、あ、はいはい、ありましたね。今だったらなんかすげえ怪しい本じゃないですか。まあそうですね、特にこのエール出版の独特の雰囲気を醸し出してますで、そ、一冊でだって模試のやり方とか書いてあって、はいはい、でもう一冊で模試のやり方活用法って書いてあって二冊にするんだ模試だけでとか、模試の生かし方か、多分結構の割合和田先生の本が多いと思うんですけど、そうです、ね、和田先生も大量に本出版されてましたんで、もう当時受験の神様だったんですね。東大生講師グループとかって、はい、いや僕この早慶大合格作戦の99年とか、はい、これも、もらって帰りたいぐらい欲しい。あ、そうですね、読んでた。懐かしいですね、これ。これを読んでたわけですね。これ読んでました。これもう何回読んだかわからないですね。そうなんですね。で、ここに、なんか帰国子女の男性がいて、はい、SFC 受かった人で、うん、で、1単語1秒の、僕があの動画で出してる1単語1秒で覚えるっていう勉強の動画を出してるんですけど、その原型がここに載ってまして、あ、そうなんですね。で、これ載ってて、僕実際やってみたら、はい、覚えられるやんっていう。うんうんうん、そういうなんか原型というか現体験です。総計の何ですか、勉強法が載ってるだけなんですか。これですね、何が書いてあるんですか。簡単に言うとちょっと目次、はい、こんな感じで、要は去年受かった総計生が、はい、私は1年こういうふうに勉強しましたと、具体的な勉強法全部書いてある、はいはいはい、本なんですね。何人ぐらいの、20人ぐらい書いてるんですかね。受かった大学が書いてあって、はい、写真があって、はい、どういうことやっていきましたみたいな、だから君たちも受かるから頑張ってみたいな。で、僕はこういう合格作戦系とかを中心に、はい、まあ、東大の人たちとかも他の球体で見ましたけど、はい、まあ、それで要は、あ、こういうふうに勉強をやってる人たちがいるんだなみたいな。なるほど。それで結構そこからこう共通項として、こういう勉強やってる人多いねと、うん、これはこの人だけやってるなとか、うんうんうん、かなり研究した本ですね。なるほど、懐かしい。勉強法マニアだったんですね。ここに、ね、板野先生と、板野先生と、あと西教授先生も、ね、そうですね、共通項を並べてみましたそういう感じで、はい、じゃあ、岡田翼さんにですね、この、ご視聴者からもらったこの本は一体何なのかっていうのを聞いてみました。はい、ありがとうございました。